ここでかける。おいよー、木じゃあっちいたやん。で、新米巫女。よし、記事払った。あめえ、よしよしよし、いいぞいいぞ。もうすぐここまで来ている。何かを使って行く手を妨げなければ。はい、こんばんは、島津です。皆さん本日も一回やっていきたいと、思います。前回は野槌に襲われたんだよね。そっからどうにか地下に入ってきたって感じです。おそらくこっから脱出を目指すんだと思うんですけど、このカッパくんがね、もしかしたら出てくるかもしれないんだよね。果たしてどういった展開が待ってるか、楽しみです。で、前回のね、動画の時に編集しながらコメント見てたら、おじさんは野槌になったんじゃないかっていうコメントがあったんですけど、おそらくね、変化はしてないと思う。ここに書かれてんだけど、野に追放された僧侶の中には野槌になるよって書かれてるんですよ。で、おじさんって特になんつうのかな、その悪いことをした僧侶ってわけでもないから、まあ自分の、中では食べられたんじゃないかなと、この文面を見る限りだと。それで、おじさんに変化した野槌が襲ってきたんじゃないかなと、思ってます。そうだよ、そっちの方がしっくりくる。なんでかっていうと、1話目でおじさんの傘が落ちてましたよね。あれって血まみれだったんだよ。もしおじさんが変化したんだったら血まみれになるはずないから。そうだよ、食べられたんだよやっぱり。そうだと思います。はい、それでは行きましょうか。やっとね、明かりを手に入れたことによってすごく周りが見やすくなりました。この前が全然見えんかったんだよね。で、提灯っていうところがね、またいいですね。ろうそくじゃなくて。味がある。走れたね、走れましたね。これ待って。二手に分かれてる。どっちかな、こっち。カッパが出てくるんじゃないかなって自分は睨んでるんだけど。どうかな。ていうか、提灯めちゃんこ揺れすぎ。あれ、これどっちからも来れたね。二手に分かれてたけど、どっちからでも来れたとこだったみたい。さあ、果たして、ナオコは脱出できるんでしょうか？あ、ガサガサ言ってる。これはおそらく、まあ、戦争だったから、ね、抜け道として使ってた。使ってた、もしくは作ってたもの。それか、まあ、妖怪に襲われた時用に逃げ出せる。ところとしても、使うためのところだったのかもしれない。あれ、これ待って、迷子になったかも。結構入り組んでるよ。これ大丈夫かな？あれ？これ待って、ループしてる気がする。あれかな？米が落ちてるかな？足元に。ね、忍者の米みたいなのが。折ってきてた。なんかガサガサがなんか頻繁になってきたなって思って後ろ見たら折ってきてた。つまりこれは急いで前に進まないといけないんだ。じゃないと食われるっていうパターンっぽい。死んだわ。どう？まだ戻れる。よし。来たか。ループはしてないけど。どっちだ？こっち。あ、でも下がってるよ。大丈夫か？急げ。セーフセーフセーフ。こっちだ。合ってる。合ってる。あ、待って、揺れてる。地震。洞窟が崩れそうですね、これ。おいや。
大丈夫、足は遅いから走ればどうにか逃げることは可能だから、いかに早く気づけるかだよね。 OK、 ここだ。怖っ。頑張れ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 。なんかあるけど、おし、え、のづち潰れたっぽいなこれ。うん、ざまみろバカが、バカヘビが。ふう、ここなんだ。出口はあるか。あれなくない。ん、なくね。あれ、あ、ここだ。え、違う、あれ閉じ込められた。まさかのづちは倒したけど、ここでもない。え、どこだ。う、上に登れないぞ。あ、あったあったあった、小さいとこが。滑ってる、大丈夫。おお、なんじゃ。あ、突き破っちゃった。え、誰か住んでたのここ。誰か住んでたっぽい。だから物資があったんだ。うん、大丈夫ナオコ、ケツ擦れてないザリザリだよザリザリ。うん、絶対あのヤスリみたいになってるはずだから、今の速度で落ちたんだったらケツの肉そげてますよ。ズリって、もう絶対お尻がね、もうあの傷だらけ。最低でも今の速度はやばかったね。常人ならケツの肉がなくなってます。滑り台みたいに平らだったらね問題ないけど、それぐらいの速度でした。はい、さっきの人だよね、そこに映ってた。うん、またお札使うっぽいな。で、当人はいないね。あ、お尻、お尻、お尻の肉が。お願いです、お願い、お願いです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 。おお、お願いですってすごい頼まれたけど、うん、ナオコは多分あの今の声の人たちを心配してると思うんですけど、俺はナオコのお尻を心配してます。もう骨が見えてると思うよ骨が見えてると思うよ今の速度だと。うん、もう追ってこない。彼じゃなかったとしたら誰のせいなの。ここで言う彼っていうのは誰のこと指してますかね。のづちのことを指してるのか、おじさんのことを指してるのか、まあ、この2つだと思うんだけど、もうちょっと行けばわかりますかね。ここにおじさんが女の人を閉じ込めてたってことかな。さっきのね、ところがあったってことは。おやん、なんじゃなんじゃ、どこからともなく日本刀が2本。ちょっと1本持っていこう、武器として。ナオコ、なんだ、どっからか飛んできた日本刀が。怖っ。イベント、で井戸があって、女の人の服かな、それともこれおじさんが着てた服、わかんないね。これは神々の宝石ということは、神主が殺された。あ、これをおじさんがいつもかけてたんだ。うん、つまりおじさんはここで亡くなった。うん、ってことだね。のづちに殺されたのか、あ、あ、しまった。のづちに殺されたのか、それとも別のやつが殺してのづちにしたのか、っていうか手があるんだけど、怖っ。ちょっと待って、手調べようか。そこには行ったことがない。伝説によると、何百年もの間最も強力な悪霊をここに封じ込めるために、その死骸を投げ入れた。この井戸はこれまでずっと閉ざされていた。ここは悪霊を封印するためのとこみたい。カッパの死骸だってこれ。カッパってそんな強力な悪霊だっけそうでもないよね。カッパを沈めるために最初のあそこにカッパの台座があったんですかね。悪霊カッパの死骸であるとされるものは日本中にあり、他の動物の骨の継ぎはぎとして見られます。最近見つかった骨の本当の起源は
科学的に証明されていませんが、多くの人はカッパの存在を証明するものだと信じています。ああだった、ごめん忘れてたね、妹からの手紙もあったんだよね。完全に逃してた。もう戻れないからな、ごめんなさい皆さん。妹のがあったんだよね、あの書斎に。忘れてたわ、許してください。もう取りに帰れないからね。あげましょうか。え、降りんの？あ、降りろと。降りろだって。不気味な。水は枯れてるね。っていうか、カッパと戦うかもしれないね。ここにカッパの、うわ、すげえ骨がある。カッパの死骸があったってことは。これ槍じゃない？槍か。あ、落ちちゃった。ドジッコ。すげえ骨だらけだぞ、ここ。さて、どうやって登ろう。壁に深い裂け目がある。それを利用して、上に登るはしごをそこに作れる。明らかに牛じゃないからね。どでかいもん。人型の。まだ袋がいっぱいだから、彼は町に着いていない。門が開いたことに気づいて、助けに来てくれたのかも。おじさん、ごめんなさい。私がこんなにバカじゃなかったら、あなたはまだ生きてるはずなのに。そういうことか。町に、向かってる最中に、妖怪の鬼門が開いたのを察知して、戻ろうとした矢先に奇襲にあって やられたんだ。ごめんな、おじさん。おやー、やめてやめて。弱な骨が宝石に反応する。この宝石何なの？ちょっと待って、いや、ないんだよね、ここには。どこにあんだこれ。ないわないわないわ。何の宝石なんですかね。まあ、こいつら動くってことだね。やばいな、あんま近づかん方がいいよ、復活するから。おお、揺れてるよ、ほら揺れてる揺れてる。いや、ここも揺れてる。鬼だね、こいつら。角生えてるもん。震えてる。やめてやめて。やめてって反応せんで。反応せんで。反応すんだ、バカ。くそ、やべ。どこだよ、穴。あ、これ何？取れる？取れた。これどうすんだ？叩くの？これで。あ、あー、言ってたね。これを使ってはしごを作るって。やべ、すげえ揺れてる。すげえ揺れてる。来るな、これ。来るな、来いよ。あや。反応しろよ。しない、反応。ほう、怖っ。これ、ちょっとしたね、引っかかりもあるからね。だから怖いんすよ。はいはい、ここね。よし、あと3つ。あと3つ。一応、あんだよ。取るよ。動くなよ。動くなよ。あと2つ。はい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 、こういうことか。あった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 けど、あったけど、これ取れて。ほお、怖い。怖え、こいつら。よし、これでいける。登れ。不安定だよね、不安定っつうかさ、ねえ、なおこの重さに耐えられないと思うんですよ、ただ刺しただけじゃ。ねえ、なこってそんな軽いんですかね。これでジャンプでしょ。すげえ身体能力がね、高いですね、なおこ。いや、これ切られないよね。いや、切られるパターンもあるからな、マジで。来んなよ妖怪。おお、来ない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 。よかった、開いてんだけど、開いてんだけど。で、木霊がいる、木霊が。木霊だよね、木霊。ここどこだ？知らんとこ来た。いや、このね、大木はね、魂宿ってる雰囲気抜群ですよね。守ってください、木霊様。やべえやつ。やべえやつに狙われてるんです。何の音？危険が
去るまで隠れよう。待って、この茂みがちょうど良さそう。あそこ怖っ。そういえばさ、頭上から落ちてくるあいつなんだけど、鶴瓶落としとのことです。視聴者の人から教えてもらいました。あれ来なくない？来てないよね。茂みにまあ隠れながら逃げればいいってことかな。待って、なんかあった。機器は脱したと思う。あ、そうなの。脱出できる。でもなんか光ったけど、気のせい？光ったっつうか右上に表示が出たんですけど、暗いいのかな。機器を出したっていうか何がいたか全然分かんなかったよ。そうだね、全く別のとこ来ましたね、通路を使って。いた！のづちいた。待て、バレてんのこれ。あ、よかった、バレてない。そうだね、ここで襲われたんだよおじさん。ここにのづちがいるってことは、それでのづちに引っかかった傘があそこに置いてあったと。そういった感じじゃないでしょうかね。多分方角はこっち。それは合ってる。ん？そうだね、こっちだね。ん？違うな。いろいろあるぞ、いろいろ。これわかんないね。ま、噛んで進めって言ってる。噛んで。大丈夫か？見知らぬ寺が。来た。脱出だって。終わり？これで。のづちからは脱出か。ここはどこの神社だ？開けて。え、戻ってきたんだけど。戻ってきたんだけど結局。ループしてる。うん。木霊さんがいる。なんか。あ、これ。赤く染まってんだけど大丈夫かな。それだ、急いでお札を書かないと。それだ。これがのづち。うん、のづちの元っぽい。ってことはまた台を探さないといけない。だから床で書けっつってるだろ。床でマジでね。なんで床で書こうって発想に至らないかね。正座しないと霊力を込められないんですかねって思ってしまうんですけど。鬼女いんのか。いや、鬼女はいないよね、もう。だから、のづちの音に警戒しないといけない。警戒すべきは。あ、ちょっと待って。もうここまで来たらオートセーブは入ってるはずだから、妹の手紙、ちょっと見に行こうか。どこにあるかな？ここだ。ん？違うの？他に入れてあるよって言ってたんだよ。ごめんなさい。結局どこにあるかちょっとわかんない。妹の手紙に関しては。書ける？うん、ちょっと難しいな。危ない。来てる。これ来てる合図、これ来てる合図でしょ？来てる合図。あれが鳴って、あそこで一定時間書いてると襲われるんだよ。だからしっかり移動していかないと。急げ。聞かないみたい。バカ！もう一回。まずい。あ、しまった、廃棄した。バカ、廃棄した。正気か、しまず。しまず、正気か。あれだけの出、あれだけの出来を破棄した。正気か。正気か。正気なんか、お前。ちょっと、マジか。いや、ちょっと待った。めっちゃかけてたんだけど、よく。破
破棄した瞬間ちょっと力みすぎてね、おならが出ました。はい、音が入ってないことを祈りたいと思います。はあ、それだけの衝撃が走った。もう一回。落ち着いて。セーフセーフ。来てる来てる来てる。捨てんなよ。R 押すなよ。R は捨てんだから。いい感じいい感じいい感じにかけてる。やった。やった。急ごう。OK。でかした。よく捨てんかった。いないよね。神主の帽子に貼ってきます。またいないよね。上にどう、上にはいない。徘徊してっかな。外徘徊してそう。どう、いける、いけない。私が最初についたに違いない。いける、晴れ、晴った、よし、来た、よし、来た。黄色、熟練巫女。よし、野槌封印終わった。よし、消えた。少なくとももう一匹いる。感じるわ。大事なものをどこに隠しているのか見つけないと。クモちゃんがいる。あとどこ行けばいいのこれ。ベンベン行ってる。どこだ。うわあ、クモやん。確定だね。クモ女かな。すげえベンベン言ってる。外かな。外から聞こえてくる。開けよもうこれ。この棚には神社の最も神聖なものがしまわれている、うん、だからそれで神主は誰にも開けることを許していない。それで倒すの、それで倒すの、神聖なものが入ってるんだったらなんで開けないかね。もうやばいっていうのは十分伝わってくるのに。はい、ということで、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。野槌の封印もどうにかできました。で、次回は、雲女でしょうね、おそらく。まあ、そいつを封印していこうと思います。これが終われば、ナオコは脱出ができるという感じですね。はい。おそらく、異界は次回で最終回になるんじゃないかと思われるんですけど、よかったらね、最後まで見てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津の異界になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。